この時間は日本対鹿島、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの舞台はアリアンツスタジアム。2011年に建設され、大きな柱が象徴的なヨーロッパ有数のスタジアムです。日本国国歌お聴きいただきます。日本は 4-3-3 のシステムですが、どうご覧になりますか。今は変わりましたけど、昔はオランダサッカーの代名詞的なシステムでしたよね。そうですね。基本トップがワイドに開くことによって中央にバイタルが作りやすくなりますよね、はい、そこにボランチを起点として積極的にトライアングルを作っていく形が理想ですよね。なるほど、ボランチなんですね。そうですね、この場合はアンカーですよね、はい、ボランチは中盤の底から起点になってビルドアップしていく攻撃型と、ひたすら走ってカバーやプレッシャーに行く守備型がありますけども、そのバランスを考えて引っ張っていけるかがポイントでしょうね。日本ボールでスタート。日本対鹿島、エキシビションマッチをお届けしてまいります。立ち上がりですよね、はい、ここをしっかりと固めていかないと自分たちのプレーがしにくくなりますからね、相手よりも先手を取るためにゲームの入り方に集中することがまず重要になってきますよね。なるほど、まず立ち上がりを迎えます。これはファールではありません。チェックを受けながらのドリブル、スペースを狙う、抜けるか、中はマイスイル、さあ上がる、キーパー直接処理しました。ドイ、大きく縦へ、富安、ここはカットします。とこれはつながりません。いけるか、上げてくる、どうだ、これはもったいない場面でした。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。日本なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。遠藤、柴崎、鎌田へ、長友、長友へ、柴崎、組み立てながら攻め上がっていく、中島から大迫、鎌田へ、強さありますよね。ミドル、止めた、これよく止めましたね。いやファインセーブですよね、よく止めましたね。これ好セーブを見せました。ディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。まあディフェンダーに寄せられてましたけども、シュートまで行きましたよね。けど悪い選択ではなかったですよね。裏を狙う、このパスを防ぎます。長友、長友から中島、これ出る、柴崎からアーチのようなパス、ボールが上がる、
を狙っていきます。遠藤から酒井、クロスを上げる町田、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。ここは縦に大きくボールを入れます。吉田、鹿島としては先ほどから前線の両サイドが外に開いてますけども、おそらく中央にスペースが欲しいということだと思うんですけどもね。なるほど、サイド攻撃のためではないんですね。いや、それもあると思いますけどもね、基本両サイドに開くことで相手のディフェンダーを引きつけることができるので、相手守備ブロックの間隔が広がってスペースができやすくなりますからね。あ、なるほど、そこに2列目以降の選手が飛び込むということなんですね。そうですね。柴崎から中島、左サイド上がっていく、柴崎へ。日本がこのファーストハーフ中盤まで決定的なチャンスはないものの、相手よりポゼッションは上回っています。まあ持たされてるって言ってもいいかもしれませんね。やはり決定的なシーンを作れないということはフィニッシュまでのビルドアップができてないということですからね。シュートで終わることをもっと意識した方がいいでしょうね。鎌田、プレッシャー、長いボールを送ります。鎌田来た、シュート。いやー、このシュートは外れました。ちょっと焦っちゃいましたがね。ワントラップで打っていくにはボールの置きどころが悪かったようにも見えますけどもね。中島、鎌田へ、長友、この位置で受ける、クロスが上がる、チャンスを演出できるか。柴崎へ、鎌田へ、酒井、勝負のシーン、さあつながるか。鎌田、プレスからボールがこぼれる、吉田、遠藤へ、いやー強い、鎌田へ、柴崎から大迫、日本ここでファールをもらいます。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。キーパーにとっては嫌な位置でしょう。先制することができるか。堂安、裏のスペースを狙う、犬飼、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあどうだ、どうだ、このシュート、決まって先制、日本。狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応を遅れてしまうんですよね。日本先制ゴールが決まりました。1対0。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。そうですね。サイドを使います。
ここは間合いを取る、中に合わせてくるか、イサオどうする、さあ右へ預けて、白崎からミサオ。日本がこのファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。立ち上がりからキープできていましたし、入り方も良かったですよね。この流れがどこまで続くかが注目ですよね。柴崎、今のは注意だけだったようですね。まあ次があるとまずいですからね、まだ時間ありますしね。さらにいった、ルーズボール、ボールの奪い合い激しいものがあります。大迫、鎌田へ、このボールはつながりません。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。右サイドへ振って鎌田、長友、長友から中島、32分を過ぎたところです。裏へ届くか、日本ボール、絶好の位置で受ける、ミドル、これを拾いたい鹿島、そうですね、中央へ鹿島、ここクリアで難を逃れます。スーッ、早く、そして鋭いシュートでゴールを狙ってきました。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。このピンチよく防ぎました。クリア、このピンチをなんとか出します。さあどうする、撫でるようなボールタッチ、ミドル、スルーパスを出す、このパスが抜ける、さあカウンターを仕掛けます、来た、かわす、さあ勝負だ。日本はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。町田、伊佐、日本としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。伊佐、ここで前を向けるか、さあどこに出してくる、さあ左へ預けて柴崎、素早いパスで攻め上がっていきます。大迫から左サイド、柴崎へ、遠藤から大迫、クリアです。白崎、スルーパスを狙う、ここで受けて寄せられてますけどもね、キープ力ありますね。シュート、権田のセーブ、いやいい反応でしたね北澤さん。いや、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。この難しいボールによく触りました。このボールは流れてしまいます。
縦へのボール。鎌田パスでつないで攻め込んでいきます。日本裏へ出るか。どうだ、ボールを受けて長戸、鹿島なかなか前にボールが運べません。町田、ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。45分間戦って1対0、日本先制してハーフを迎えました。まだ1点差ではありますけど、しっかり守れてましたから内容としては良かったですよね。あとは相手が来たところでボールを奪ってもう1点という確実なサッカーをしていくのも方法としてはありですよね。日本対鹿島、日本がまずは1点先制して後半へと向かいます。さあ後半、日本 1-0 リードです。長戸、ここも固い守りでボールを奪います。日本、中島裏を狙っていきます。町田、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。鎌田から大迫、白崎、三沢、白崎へ、鹿島少し消極的に見えます。犬飼、柴崎から大きく縦へ、スペースを狙う、大きく前線へ、さあ左サイドへ、長友、柴崎、裏へのスルーパス、柴崎から長友、パスをつなげます。裏を狙う、これはどうだ、シュート、パスを受けてシュート、しかし決まりません。ここがシュート、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。ドイスルーパス、これをカットします。遠藤、酒井へ、酒井、鎌田へ、柴崎、遠藤から鎌田、鹿島最終ラインまでボールを下げる、長いボール縦へ、仕掛けるタイミングを図る。日本がこのセカンドハーフの序盤1点差でリードしているんですが、この後はどうご覧になりますか。まずはこの時間で 1-0 の展開ですよね。これは非常にシビアですよね。次の1点で決めに行きたいところで逆に取られたら追いつかれる、こういう状況なんですよね。まあ見ている方は面白いですけどもね。仕掛けるか、来たぞ、あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。スルーパスを出す、スペースにいいボール出たんですけどもね。ミサオ、鎌田、ここは対応します。このパス組み立て直します。大きく縦へ、長戸、縦へのボール、ボールを下げてリズムを作るか、長友、
ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。まあ選手交代したりプランを変える時間帯といえますから、相手にしっかり対応して失点しないことを気をつけたい状況ですよね。中で味方の選手が待っている。柴崎へ、遠藤、フリーで受ける、わずかに右へそれました。セアでも高いキックでしたし、コース空いたら打っていく姿勢が大事ですよね。吉田、このボールをカットします。柴崎、ワンツー抜け出すか、伊佐尾、町田、犬飼、長いボールを送ります。なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。ふわっと裏を狙う。この辺は人に対して厳しくいってますよね。これは合わせたかったですよね。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。組み立てながら攻め上がっていく。一旦前を取る。さあ中央へ、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。最後崩されましたよね。突破されて中央も守りきれてないですよね。今のは日本が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。鹿島、奪い返します。右サイドへ振って伊佐尾、サイドチェンジ、これ仕掛けるか。さあ左へ預けて上げる。日本はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。長戸、土井、おいい形ですよ。中人数揃っている。伊佐尾、中島、さあ一気にカウンター。裏のスペースを狙う。これはどうだ、シュート。このクリアボール次へつなげたい。チャンスになる、シュート。中島から富安、富安から中島、枚数いる、中につなぎたい、シュートレンジです。鹿島、ここクリアで難を逃れます。酒井から緩いフィードボール。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。伊佐尾、大きく縦へ、さあつながるか、インサイド上がっていく。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。酒井、遠藤へ、遠藤へ、柴崎、堂安、柴崎へ、
細かくパスをつないで攻め込んでいきます。長友スペースを狙う、いいボールでしょ。この位置でボールを受けます。中央へボールはクリア。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。鎌田、鎌田から中島、裏を狙う。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。縦へのボール、ちょっとパスが長すぎました。吉田、酒井へ。日本はこの1点リードの状況で残り時間をどう戦えばいいですか。まずこの場面で絶対にしてはいけないのが失点ですよね。決して無理をしないことが最優先ですからね。もう時間を稼ぐ形で相手に隙があれば狙っていくスタイルでいいと思いますけどもね。遠藤、絶好の堂安シュート。いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。鹿島、日本としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。鹿島としては早めに縦へのボールを入れたいですね。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところでしょうね。鹿島、もうラストワンプレーもしくはツープレーというところでしょうか。鎌田、酒井、日本もう無理にはいきません。柴崎へ、吉田、大迫、裏を狙っていきます。おっといいボールでしょ。中島に渡る、丁寧に足元を使う。中央へ、時間かけずに攻めたいですよね。土井、土井からのフィードボール、浮かせたボール、ちょっと伸びてしまいました。レフェリー試合終了のホイッスル。1対0日本、1点差を守りきり勝利しました。結局前半のゴールが決勝点。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。日本としては結果としてうまく逃げ切った形になりましたね。ただ折り返した時点でまだ1点差でしたから、逃げ切ろうという意図はなかったと思いますよ。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。日本が前半の1点を守り切って勝利しています。